はい、皆さんこんにちは。今日はですね、に即してにのっとってという表現について勉強しましょう。読み方が違うというところに気をつけてください。これは即ですね、音読みです。にのっとって、この乗っ取って、これは訓読みです。ただし用法は同じなので、この点気をつけてください。このに即してにのっとっての前は名詞が入ります。でこの名詞はですね、だいたい法律とか、ね、法律の内容、ね、それから規則、ね、規則ですね、まあ、と規範ですね、このようなものが入ります。あと方針とか、このような内容が A の部分には入ります。まあ、そして二足して二乗っ取って B、 このような形ですね。名詞が後ろに接続する場合は二足した、ね、二足した、二乗っ取った、ね、乗っ取った、そして名詞、こういう形になります。それから、中止形表現もあります。ちょっと硬い表現になりますが、二足し、ね、二足し、またはこの二乗っ取りですね、二乗っ取りという表現になります。まあ、このように言うとちょっと硬いですね。はい、この用法、この意味はですね、 A を基準にして B するとか、 A に従って B する、ね、これが A が基準です。または守るべき、そうですね、もの基準になります。そして B という動作をするという時に使うんですね。ちょっと見てみましょう。伝統にのっとって儀式を行う、ね、ここがもしこう即音があればね、あ、これはこっちだと、ね、ここ即音じゃなくて C だったら、あ、こっちだと、ね、判断してください。伝統にのっとって儀式を行う、つまり伝統を基準にして、ね、この伝統というのは、まあ、規範ですね。規範になりますよね。はい、こう伝統という規範に、規範を基準にして儀式を行う、ね、それから裁判官は刑法に即して被告人に下す刑罰を決定する。これは刑法ですから、もちろん法律になりますよね。これは法律に従って、ね、法律に、ね、書いてないことはもちろん刑罰できません、ね、例えばね、あ、なんか、物を盗んだ、じゃあその人死刑とかできませんよね。物を盗んだだけでは死刑になりませんから、つまりこういう刑法に従ってという意味ですよね。今回の場合は、被告人に下す刑罰を決定する。はい、まあ、こういう時にこのに即してにのっとってという表現が使われます。ちょっと難しい表現ですが、ぜひ覚えてみてください。大丈夫ですか？例文。天皇陛下は伝統にのっとって各種の儀式を執り行うことになっています。有名になると社会規範に即した行動を常に求められるようになる。諸葛孔明は軍紀に即し泣いて馬謖を切った。先生、我々選手一同はスポーツマンシップにのっとり正々堂々プレーすることを誓います。会話。事業拡大のため海外に進出したいんですが、何から手をつければいいでしょうか？まずは現地の法律にのっとって会社を設立することでしょうね。信用できる会計事務所も探さないといけません。日本企業からお金を絞り取ることばかり考えている悪徳会計事務所も多いですから、時間をかけてじっくり探した方がいいですよ。